今日はキキカフェオレをしたいと思います。そうマジで今日は本当に自信がある。焼肉岩からこんにちはこんばんは、自信しかない。なぜかっていうと私はマジで飲んでるから。本当に私の SNS とか見てくれてる方は分かると思うんだけど、カフェオレが大好きなの。そう、誕生日はいつまで延期するのね。皆さんこんにちは、人類初誕生日を延期したアイドル西村奈々子です。よろしくお願いします。今日私は今誕生日を延期したんです。そう、でも決まってない。誕生日延期するには申請出さないといけないんだけど、ちょっとね申請を出す忘れちゃってる。ということで今日はキキカフェオレをしますよ。キキシリーズ楽しい、ありがとう。ということで今日のご出演カフェオレはこちらです。じゃじゃん。ということで今日の出演してくれているカフェオレは、こちらのクラフトボスさんと、ジョージアさんとジャパンクラフトですね。これはマックスバリュー、こちらは小祝いコーヒーミルクコーヒーさんです。ということで私がよく飲んでんな、これマジで超飲んでる。マジで1週間2回は飲んでる。であとは正直これもたまに飲む、これとこれは初めて。ということでちょっとこれやってるとあんま顔が映んないから、私の今日はねどうやるかっていうと、そのまず私は紙コップを4つ準備しています。でですね、クラフトボスさんいますよクラフトボスさんいないって言うけどいますいます。ちょっとこっちバージョンしかなかったんだ。そう、ちなみに T シャツは仁義なき戦いです。そう、試飲タイムをするんですけど、 T シャツ、あのまずコップはこう準備しているんですけれど、2個重ねてます。でここにねクラフトボス答えを書きます。でこれだと透けちゃうんです、ちょっと。だから不正って言われちゃうと嫌だ。あー奈々子不正やー、奈々子良くない、ダメだダメだみたいな、はい奈々子ズルしてるって言われちゃうので、あのこれに透けないようにもう一個重ねたら透けません。なので私はこうやって隠してこうやって飲みます。これを4つ作りました。ということでじゃあ試しに飲んでいきましょう。じゃあまずクラフトボスさんダブルの生クリームでとろけるカフェオレ、美味しそう。じゃあ半分ぐらいまで入れますね。半分も、いや、まあ、じゃあ最初にじゃあちょっと入れる量をじゃあ統一させよう。最初に全部入れてくね。で今回もあの色で判別されちゃうとあれなので、マジで全部色が似てるやつを選びました。マジでちょっと待って、見せたいんだけどさちょっとあれだわ、ちょっとカメラのアングル的に見せられない、ちょっと待ってね。マジで待って、超色一緒なんだけどマジで待って。そうから、これさ飲みすぎたくないから、これはマジでちゃっちゃってやりたいよ私。やばいこれ色が、まあカフェオレなんだから、そか色変わんないか、マジで色が一緒です。じゃあまずクラフトボスさん、これも私よく飲みます。いただきます。おーおー
美味しいです。美味しいけど、なんだろう、美味しいんだけどね、すごくめちゃくちゃ美味しいんだけど、美味しい、美味しいけどはあれ分かんなくなっちゃうね。これ待って、ちょっと味を考えよう、試飲しますよ。香りが大事だからね。はい続いて、私がよく飲んでるこちらの、何でした？ジャパンクラフトさん、ジョージアさんのやつ飲みますよ。はい、待って、これはわかるわ入れた紙コップ合ってる合ってる、全部合ってるやつをね、ありさかもう配信始まる前から調整してるから、その辺。待って、これは本当にわかる。あ、一応そう、お水飲んで味リセット、お水もちゃんと準備しました。マジで、これ多分わかるわ、私いつも飲んでるからね、甘さが控えめです。続いてマックスバリューですね。はい、いただきます。私これわかるわ待って、わかるわかる、これごめん、超簡単だわ、すみません、なんかすみませんね、多分みんなあわかんないってやつ期待してるじゃん。これはわかる、本当にわかる。うん、大丈夫これ余裕なんだけど。で続いて小祝いミルクコーヒーさんね、いただきます。おお、どうした、ちょっと待って、これは君は出会ったことがあるなおかしいな、あれ待って、おおかしいな、君さっき飲んだよな、あれ、やばいかも。あ、マジで、あの、あれはジョージアは絶対わかるわ、毎日飲んでるから。毎日じゃないけど、まあ、1週間に1、2回は。まあ、まあいけるでしょ。じゃあちょっと量を調節するために、ちょっと量をね、量で分かっちゃうとか言われるとあれなので、ちょっと量を一回均一にしますね。ちょっと飲んだ量にムラがあったので、ちょっと多めに飲んじゃったやつはちょっとだけ足して均等にしていきます。ちょっと待って、でもマジで、あの、これは分かるわ、いつも飲んでるだけある、ジョージアは分かる、同じぐらいかな、もうちょっとこれ出すか、こんなもんかしら。ということで、じゃあこちらのコーヒーの方々はさよなら、一回ちょっとお休みさせていただいてありがとうございました、ご出演、またラストの方に出演させていただきます、ちょっと一回こちらの方で休憩していただけたらと思います。で水飲んで、でここから、あの、混ぜていきます。混ぜていくってどういうことかっていうと、まあこれをね、こう、やばいやばい、こぼさないように、もう適当に何だっていいです、もう何だっていいですもう何だっていいです。シャッフルしていきます。マジでちょっと上からのアングル見せたいんだけど、こぼしちゃうから怖いんだよね。じゃあここでこう、何、かき混ぜてる間に、私、ね、めっちゃ日焼けしちゃって、待って、あ、待って、ごめん、今すごいライトの関係であれだわ、でもすごい見て、超日焼けしてんの、待って、でもちょっと待ってあの、日焼けしてるけど、ちょっと待って、あの、なんかちょっとごめん、このライトだと多分余計にちょっと日焼けしちゃって見えるわ
多分ね、実物はこれほどじゃない。今ちょっと赤くなっちゃってて余計に日焼けしてる風に見えるんだけど、実物はそうでもないんだけど。そう、駅伝してたらさ、そう、ということで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 、ちょっともう分かんなくなってたんだけど私、ということで、どう？もう私分かんないんだけど、どう？でもまあまあみんなに「えい、ななくズルした」って言われたくないので、もうちょっとやっとくね。あと3分もこれやんの？で最近ね、ちょっと私事ながらってはーって感じなんだけど、名探偵コナンくんにマジでハマってて、超見てるのコナンくんを。なんだけどさ、そのコナンくんすっごい面白いじゃん。もうめちゃくちゃ複雑だし、私ね、もっと単純な話かと思ったらすごいいろんな人物がさ、いろんな交差しててさ、超楽しいって思ったの。だけどさ、冷静に考えて、コナン君の行くところ、まず事件多すぎない？行くとこ事件じゃん。もうやばくない？私だったら耐えれない。もう私が旅行行くと殺人事件、私が旅行どっか行くと誰かがなんか起きてみたいな、やばいよね。疲れちゃう私だったら。もう行くとこ事件解決してるじゃん、マジで。ということでこんなもんじゃない？もういいんじゃない？もういいんじゃない？もう私分かんなくなっちゃったよ。もう最初から何なら分かってなかったけど、もういいんじゃない？もういいかな。いいよね。ということでちょっと上げて、ということで始めるよ。まずじゃあこちら、みんなには、あ、もう見せちゃダメなんで、こういう式で飲みますね。はい、じゃあこちらいただきます。まず匂いから。おお、いいですよ。コーヒー豆をね、感じます。いただきます。あー、これはもうわからんわ。待って、緑茶よりやばい。待って、一回わかんないから、ちょっと保留ね、ごめん。ちょっとこれは難しいわ。え、あ、え、これジョージアかもしれない。なんかあんま甘くなくて飲みやすい。待って、いつも飲んでるやつこれじゃない？違うかも。ちょっとじゃあ、ちょっと1個目じゃわからないから2つ目飲みますね。じゃあこちら、はいはいはい。はいはいはい、ちょっと一回落ち着こう、みんな。マジで一回落ち着こう。マジで。3個目飲みますね。ちょっと。3つ目も飲まさせていただきます。落ち着こう。マジで落ち着こう。もう嘘じゃん。もう、じゃあラスト。うわ、待って、まず4つ飲みました。ジョージアだけ分かりました。いつも飲んでるやつ
これがジョージアです。いつも飲んでる、何これ、なんてやつ、ジャパンクラフトマン、多分これがこれだと思うの。そうだね、それは確定、マジですぐ分かった、いつも飲んでるから分かる。こいつらですよ、この3つ。ちょっと水で、うわ嘘だろ、ちょっと待って、こちら、ちょっと待って、やばいな、うわうわ、ちょっと、いやこれはやばい、1個しか当たんない可能性ある、マジで。え、やばくない？ちょっと待って、マジでこれは本当に、これはちょっとごめん、マジごめん、マジでごめんだわ。え、待って、多分この左から、私から見て左から3番目のこれがミルク感がすごいの、だから多分このボスのクラフトボスのダブル生クリームとろけるカフェオレだと思う。でも自信はない、消去法すぎる、マジで。いやいや多分そうだと思う、一番クリーム感がすごいの。待って、じゃあ書いていこう、まず絶対にジャパンクラフトマン、ジョージア、ジョージアって書こう。ちょっと待って、出ないんだけど出ないんだけど、いやー、これは多分ジョージア、待って、書けねえこれ、ちょっと待って、このジョージアって書きました、一応私がね目印で分かればいいや。でちょっと待って、多分これが、うわ、わかん、え、ちょっと分かったやつ、ちょっと待って、でもねこれもね多分クラフトボスだと思うんだけど、ボスだと思うんだけど、ちょっと一旦保留ね、自信はないから、書くほどじゃないの。そう、多分クラフトボス、ボスはこれで、でこれ、あれ違う、ん、なんだ、あ、待て待て、もうややこしい、ジャパンクラフトマンとクラフトボスがあるんだよね。で私がいつも飲んでるのはジョージアのジャパンクラフトマンです。そうそう、ジョージアって呼ぶことにしよう。私が普段飲んでるのはこちらのジョージア、ジョージアはこれ、もう終わった、うん、これは多分絶対確定だから。で多分次にちょっと候補として上がってんのがボス、クラフトボスの生クリーム、ダブル生クリーム、うん、ダブル感が結構あるから。残り2つですよ、この小祝いミルクコーヒーとマックスバリューって、そう、この トップバリューか、このさ、トップバリューもさ、コクのある味わいって書いてあるんですよ。そうなの、コクがあるんですよ。そう、私ね勝手にトップバリューのやつは味が薄いんじゃないかって思ってたけど、全然そんなことないの、ちゃんと美味しいの。あの、なんその他のやつに比べてちょっと薄めで軽い飲み心地なのかなって思ったの。
私結構軽い方が好きなのね、どちらかというと。だから私はこういうこれ好きだろうなって思ったら、まあ、ちゃんと好きなんですけどなんかね軽い飲みやすいんだけど、私が思ってたより濃厚だったって感じ。そう、私はね結構重たい飲み物が好きじゃないから、薄いやつが好きなんだけど、薄いやつが好きってあれ、ちょっと水っぽいやつが好きなの。あんまり甘ったるくないやつ。でもこれそういう風に見えて全然濃厚なんですよね。ちょっと待って、うわ分からん、似てる似てないけどやーん、甘いのはこっちなの、甘いのはこっち。なんかさ、そのこっちはねそんなに甘くないの、なんだけどミルク感はあるの、なんかまろやかなんだよね。でもこっちは結構甘いの。でも私正直もう試飲した記憶ないから、ちょっと待って、ちょっと待って、そう試飲した記憶もない、どっか行った忘れた。でもこの2つは絶対合ってると思う。ちょっと待って、もう分かんなくなってきちゃった。うわなんか、うわ待って、なんかこれもすごいミルク感がある気がしてきちゃった。これがクラフトボスかな。あーちょっと待って待って待って、でもさこれね結構待って、やばいかも、ちょっとやばいかもこれいやでもこれすっごいまろやかなんだよな、これはすごいまろやかなの。だからそうなんだよね、多分クラフトボスだと思うんだよな。いや これは多分クラフトボスじゃないな、こっちかな。うわなんかこれは子供 お子さんが好きな味、もう私も好きなんだけど、なんだろう、コーヒー苦手な人でも飲めるよっていう味なの。でもそれが何なのか忘れた、もう分からん。まあ、今何時23分、この前と一緒じゃんこのくだり。待ってやばいな、落ち着こう。やっぱ私これは大丈夫、多分これがクラフトボス、過去クラフトボス出なくなっちゃった。でもこれワンチャン当てられるいける、あとだってあと2分の1でしょ、いや知らないけど多分2分の1だと思うんだよね。うん、でもこっちがトップバリューっぽいな。なんかねすごいミルクっぽいんだよな。うん、多分ね、ちょっと一回不安だからこれも、うん間違いないね、これは絶対ジョージアだわ。いるいるだ、足痛い、しびれちゃった、いるちょっと足しびれちゃった、待って忘れちゃった、あよかった。うわちょっと待って、2香りでね
待って、ちょっと一回ちょっと頑張ろう。頑張ろう、マジみんな頑張ろう。私だって誕生日延期したんだもん。は？マジはって感じ。誕生日延期したんだからこれぐらい頑張んないと。マジで美味しいんだよね。多分私は疲れた時に飲みたい。は？マジはって感じ。私は劇場公演終わり、あ疲れたとか、テスト勉強で、あ疲れたって時飲みたいな、これで。普通に日常生活で飲みたいのはジョージア。これはもうなんか濃厚ですって感じね。知らんがな、わかる、ごもっとも。ほんとそれ、待って、やばい。待って、お腹いっぱいになってきた。オッケー、多分大丈夫。うわ、ちょっと待って、逆に待って、これは多分これあのトップバリュー。これがトップバリューです。ちょっと一回保留ね。クラフトボスと、小祝いコーヒーで私悩み始めた。もう多分この二つは確定だわ。多分ね、この二つは多分合ってると思う。もうなんかこっちで迷い始めた。クラフトボス、ボス？もう確定って思ったけど、ちょっと不安になってきちゃった。ちょっと待って、一回ね。お水でリセット、リセット公演。うん、何も味がしない。 OK、 そう、今お水でリセット公演した。ちょっと待って、うわー、こ、うわー、こっちもなんかこれ甘いんだよな。めっちゃ甘いの。子供が好きよね。小祝さんは牛乳さんよ、いい、いいアドバイスをいただきました。そう、小祝さんは牛乳さん、甘いのは牛乳屋さん。ちょっと待って、みんな余計なこと言わないで。ちょっと待って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 、ステイ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 、マジで、ま、ちょっと待って、ちょっと待って、ステイ、みんなマジで、ちょっと待って、ちょっと待って、みんな待って、ちょっと、え、小祝さんは牛乳屋さんで、みんな小祝さんが甘いよって言ってるよね。え？は？甘いのはこっちなの。だけどミルク感が強いのはこっちなの。え、なに？こっちの方が牛乳っぽいよ。だけどこっちの方が甘いんだよ。小祝さんは牛乳で甘いんでしょ？え、どっちもじゃん。え？待って、お水、お水飲んでリセット公演ね、一回。うん、ボスは甘い印象、そうだよね、私もそう。しかも、しかも、しかも、しかもだよ、ボスは甘い印象だし、これしかもダブル生クリームだから、甘いのがボスね。待って、みんな、みんな何、情緒不安定みんな言ってること毎回違うよ。ちょっと待って、みんな、みんなちょっと落ち着こう。甘いのがボスね。みんなほんと情緒。みんな言ってることがバラバラだから。みんなで、みんなで統一してから、言動統一してからコメントして。ちょっとほんとに。やばい、それはあなた、ごめん。優しい足がボス。ちょっと待って。うわ、待って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 。みんな、みんなで一
回話し合いして、みんなで話し合いしてから言動統一してからコメントしてくれ。一回みんな集まって、ちょっとみんな一回ちょっとさ、東京駅で集まってからコメントして。マジで東京駅か新潟駅、どっちかでみんな集まって、ちょっと言動統一してお願い。密になっちゃう。そうね。え、何と何で迷ってんだっけ。あ、そうだ、小岩井さんとクラフトボスか。いや、これクラフトボスっぽいんだけどな。なんかこっちはちょっと、なんだろう、チョコじゃないけど、ちょっぴりココア感、うん、ちょっと違うな、なんて言うんだろうな、なんかちょっとね、そうなんで、そういうやつあるじゃん。ちょっとさ、ココア感がある。え、それボス、ちょっと待って、ねえみんな、チョコじゃないけど、なんていうのかな、ちょっと、うん、難しいな、ちょっと香ばしい、いや違うな、なんかそういうやつあるじゃん、スタバとかでもさ。え、これがボス。そろそろお願いします。もうみんなせっかちなんだから、人生長いんだから、そんなにせっかちに行かなくてもいいじゃん。私まだ22歳なんだもん。そんなにさ、生き急ぐ必要ないじゃん。まだ22歳なんだから、はあ、別にいいの、私急ぐ必要ない、もう人生始まったばっかり。あなたはねって、ちょっとみんな若いんだからさ。おい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 、小岩井ってココアみたいな味するのやめてくれ。はい、待って、もうやる、待って、もう、だってもう32分やばい、待って本当に。はい、こっちが小岩井さんだと思います。もう自分の顔を信じる、もうみんなのコメント信じないからな。みんなが惑わしてくるから、もうみんな言動統一してからコメントしてよ、マジで。これはクラフトボス、あ、帰ったわ、 OK ということで、ごちそうさまでした。ということでなんですけど、じゃあまず絶対に答え合わせしていきたいと思います。絶対に自信のあるやつからね、これです。あ、これトップバリュー自信ないから、ちょっと自信あるやつから。あ、ジョージア、いつも飲んでるジョージアからいきたいと思います。じゃあこれ 2個なんで、あれどっちに、そうだね、それこっちは裏に何も書いてない方です。じゃあ、さあ正解なんでしょうか。これはのジョージアです。ほっ、あ、ジョージアです。ほら、やっぱりな、ほ、やっぱりな、言ったろ、いつも飲んでんだよ。あ、ありがとう、ミラーボールありがとう。外れろって、話やめて、そういうの。言ったろ、いつも飲んでんだよ。ありがとう、いつも飲んでる甲斐があったよ。ありがとう、ありがとう、ありがとう、大好きだよ、ありがとう。ということで、ジョージア様一抜けでございます。いやー、あなたは分かりますよ。あのね、私がこれ水出しコーヒーって書いてあるぐらいなんで、なんていうの、あの一番私が好きな味なの、その重たくないっていうか、水っぽいというか、そのなんかさっぱりしてる
すっきりした感じで、甘くも甘すぎないし、かといって私コーヒー苦手なんですけど苦くもないみたいな、そうすっきりした味わい、なんだろう、濃くない私はこれが好き、あっさり系の味ね。ということで、そう私はこれが好きです。あーマジでこれ箱買いしてんの実は西村家。あのこのさ、もう語るのやめよう、はい私はこれが好きです、すっきりした味を、そうすっきりした味って書いてあるんだもん、そうほのかな甘み、すっきりした味はこれが一番好きです、ありがとうございます、マジで一番飲んでます。あのこれさ、ブラックコーヒーバージョンもあるじゃないですか、これをブラックコーヒーバージョンはお父さんが箱買いしてます、でも私は飲めないのブラックコーヒー。ということで続いて、じゃあこれは、これはそう、ジョージア様はもうねごちそうさまでしたでちょっと一回ここに置いておきましょう。ということで続いて、待って、この中で一番自信があるのは、トップバリューかな。続いてトップバリューの、私がトップバリューだと思うお茶、お茶じゃなくて麦茶じゃなくてカフェオレいきたいと思います。これ二段式になってるんで、これを一回、こっちは何も書いてません。私はね、書くときにねマックスバリューって書いちゃったんだけど、まあそれはちょっと許して、ちょっとまあ似てるな、感じ。いきますいきます、せーの、はい残念、小祝いミルクコーヒーでした。ね絶対嘘じゃん、マジで言ってんの。いやそんなわけないよ、私は信じないよ、ちょっと待って、これは真偽あり、ちょっと待って、ちょっと待って、あー一緒だあー一緒だわうん、こちらもすっきりした味わいですね、うん私好きだよ最悪、うわー超テンション下がった、自分のせいマジそう、じゃあ私この中で2番目に好きだわ、これが、ピエンパオンです。切り替えてこい、優しいみんなありがとう。ねえほんとすっきりしてるよ、君もすっきり系だね。あねえほら書いてあるわここに、優しい甘さの牛乳と素材の美味しさ、もう素材の美味しさって書いてあるね、そりゃこういう味になるわ。うんちょっと待って、じゃあえちゃんも間違いなく当たったとしても2分の1ってことでしょ、4分の2でしょ、でもう2つ合ってる、もう2つ合ってることはありえないから、どっちかが合ってればいいってことだよね。はマジよ、え私ちょっと初めて飲んだんですけど、こちらこれ買いますこれあのジョージアさんに続いてこれもちょっとスタメン入りしたいと思います。美味しかった、すっきりした味わいが好きです。うわ続いてもうあれだよね、1個しか、どっちも間違ってる可能性はあるけど、
どっちかは間違って1個合ってるかもしれないんだよね。はい、待って、待って、これ小祝いって書いてるってことはこれは 100% 間違ってるんだよね。じゃあこっち行くしかないってことだよね。そうだよね、小祝いさんは今出ちゃった。じゃあ君は何君は何なの、君は何なんだ一体。マジで、はい、じゃあこれクラフトボスさんが合ってたら、お願いします、お願いします、いきますよ、いきます。私はこれを、そうね、クラフトボスさんのって予想しました。いきます、せーの、マックスマリアですか？マックスマリアです。そうなんだよね。だって。だって私さっき言ったじゃん、マックスバリューさん、トップバリューさん、すっきりした系の味かと思ったら結構濃厚だった。さっき自分で言ってたよね、なんで選ばなかったんだろう、これめっちゃ濃厚なんだよ。私さっき言ってたじゃん、トップバリューさん濃厚だったって。そうなんだよ、これすっごいの、なんだろう、濃厚なんだよね。じゃあこれが、待って、ちょっと整理させて、ちょっと待っちゃう、これがクラフトボスさんってこと。じゃあちょっと一回ちょっと待ってね、整理させて、もう分かんなくなっちゃった。待って、トップバリューだと思ったやつが小祝いコーヒーさん、こういうことか。ちょっと今一回コップをね揃えました、今正しいやつに揃えたんですけど、待ってクラフトボスさん、クラフトボスさんは結構甘いね。甘いわこれね、やっぱね、書いてあるダブル生クリームと書いてあるだけあって甘めです。はい、甘党の方どうぞ、私も好きです、甘めです。結構女性とかは好きだと思う、ダブル生クリームでとろける、だって甘いです。青ちゃんとか好きそう。勝手ながら、クリームが強いのはこっちなんだって。私この4つ検証したじゃないですか、クリームが一番強いのはトップバリューさんです。ミルク感が一番強いのはこちらだわ。で、小祝いさんは そこまで甘くない、結構すっきり味で、
一番甘めがこちらですね。うん、まあ結果ねどれも美味しいんですけど、いやーそうか、一個しか当たんなかったわ。うん、うん、あー今ジョージアさんとクラフトボスさんを飲んでるけど、やっぱ、うん、これが一番甘さはないね。甘い飲み物苦手かもっていう方、こちらのジョージアさんをどうぞ。甘いの大好きって方はクラフトボスさんのこのダブルクリームをどうぞ。ですね、ミルク感が欲しいなって方はこちらのトップバリューさんをどうぞ。何事もその甘すぎず、かといって苦くもなく、重たいのも嫌いだけどすっきりしたやつもなっていう方、バランサーです。この方はバランス取りたいなって日はこの小岩井さんをどうぞ。うん、あ、でも、うん、そうね、どれもいいとこ取りが飲みたいって方はこれだと思う。多分そう、うん、そうね、男性も女性も好きみたいな。さすがですね、小岩井さんはさすが、もう老若男女問わずみたいな。なるほどね。マジかねえ、絶対嘘じゃん。マジか。あ、でも今食材をね、何が入ってるか見てるんだけど、おーっとね、あ、でもやっぱそうだね、糖類が一番多いのはこれだね。ピエンです。へこみました。マジか。奈良子さんも期待を裏切りません、ありがとう。パオンだよ。お姉ちゃんにね、私ピエンって言うと嫌いだからって言われてそっからさ、なんかあんまちょっと言わなくなったそう、お姉ちゃんになんか、なんか私さピエンって言う人仲良くなれる自信ないわって言われてそう、別に私が言ったわけじゃないんだけど、そのお姉ちゃんと LINE してて、ねえ、奈々子だったら分かってくれると思うけどさ、私ピエンっていう人と仲良くなれる気がしないんだよねって言われて、私使ってると思って、だよねって言っといたそう、だよね、分かる分かる、私もピエンパオン無理無理とか言って、いやもうそう、やべえ全然言ってるとか思って、だよねって言っといた。そう、そう、でも多分あのね、男性のファンの方とかいらっしゃると思う、ピエン言う人あんま好きじゃないって。そう、いや、やだな、ピエンです、ピエンです。私だからピエン言わないの、お姉ちゃんの前でピエン言わないの
木鼻炎。そう、そうか。私は全然、私マジ年に2回ぐらいしか鼻かまない。お姉ちゃん見てない、見てない、絶対見てない。ショックお姉ちゃんピエンだよ。ショックだよ。でもさ、冷静に考えてさ、私とお姉ちゃんってさ、同じ DNA を持つ人間とか、全く同じ DNA なわけじゃん。 DNA 遺伝子やばくない？お母さんはさ、私、お母さんの分身が私みたいなもんじゃん。なんかだからそりゃさ、気が合うよねって思う。純粋に。あ、 DNA 違うと思います、すいません、間違えました。でも同じさ、遺伝子を持つ人間として、すごいスケールの話、本当にそうだよね。本当にすごいと思う。分身じゃん。お父さんの遺伝子引き継ぎまっくりやったし、性格的に本当に。顔は私はお母さんなんだけども、性格お父さん。そう、鼻炎の話が DNA の話、本当だよね。そう、顔はマジでお母さんだけど、性格はお父さんだね。なんかね、お父さんと話してて、そのテレビの話になって、私生放送そんな好きじゃないんだよね、好きじゃないっていうか苦手なんだよねって話をお父さんにしたので、じゃあ舞台なんて生放送みたいなもんじゃんってお父さんに言われたの。そしたら、舞台はさ、もう練習に練習を積み重ねて、もう私ありえないぐらいセリフ覚えるんですよ、練習をするの。だから、なんだろう、絶対にできる。私はめっちゃ練習したから、セリフ飛ぶことはない。噛むことはあるかもしんないけど、セリフ飛ぶことはないっていう絶対的な自信のもとで舞台に立ってるのね。なんだけど、生放送って急に例えばニュース速報とか入ってきたら、そこにまた合わせなきゃいけないとかさ、なんだろう、急な対応に応じていかなきゃいけないじゃん。それが苦手で、私もう練習に練習を積み重ねていきたいタイプなのっていうのをお父さんに言ったら、いや俺もなんだよって言われてっていう話。クソどうでもいい話。そう、お父さんもそうなの。もう準備に準備を重ねて本番を迎えたいタイプ。アドリブとかあんま好きじゃないみたいな。そう、なんだろう、そのそう、ガタフラとかはさ、そのなんだろうな、とかラジオとかって誰かしら拾ってくれる人がいるじゃん。なんて言うんだろうな、ガタフラだったらロッチさんとかがもう絶対変なこと言ってももう絶対面白くしてくれるからいいんだけど、なんだろう、例えばニュースとかそういう生放送って、そう急にさ速報とか入ってきたりすると、その笑いとかに変えるじゃなくて、マジでそれに応じていかないといけないことがある。それが苦手。そうそう、私はもう本当にそうだから、もうそう練習に練習を重ねていかないと不安なタイプだから、そうアドリブ飛ばす役者さんいるよね、本当に。でも私は多分、でもそのアドリブをする方も
相手を選んでるから基本的に。なんだろうな私とかは基本的にもういっぱいいっぱいっていうの役者さん分かってるから、私みたいなやつね基本アドリブ振ってこないの。家族の話でも沢井くんとかアドリブで毎回言ってくれたけど、それって私がじゃあ何か毎回アドリブで返さなきゃいけないところじゃないじゃん。私は黙ってればいいところだったからそれはいいんだけど、誰かが私にアドリブ振って私がアドリブで返さなきゃいけないみたいなのはね、やっぱ役者さん私にしてこないから、そうできないって分かってるから、そうだから役者さん同士でなんかアドリブを聞かせてやってるの見るとマジですごいと思う。クリュウさんもアドリブが苦手って言った？マジクリュウさんと私一緒？いやー嬉しい、クリュウ姉さんが私と同じ悩みを持ってるなんて、あーやっぱ同じ人間だわ、嬉しい。クリュウさんと同じ悩みを持つ人間としてこれからも頑張っていきたいです。気が合うのかしらクリュウ様と一緒なんて嬉しい。エリザベート様と同じ悩みを持つ者としてこれからも頑張っていきたいと思います。頑張るぞ、頑張ろう。うん、甘いね君は嬉しい、クリオ様と同じ悩みを持つんだって私嬉しいわ。これそんなに甘くないんだよね、なんかミルク感がすごいの、トップバリュー。次のキキシリーズはですね、リンゴを予定しております。本当はなんかリンゴにしたい、リンゴを今日やりたかったんだけど、そのねリンゴはちょっとまだ作戦が練れてなかったの。飲み物系はちょっと前回作戦練った上でこういう風にやれば一人キキ七子ができるって分かったんだけど、リンゴはそのどうやったらキキなんちゃらって一人でできるもんじゃないじゃないですか、普通誰かに協力してやるものじゃないですか。今一人しかいないからそのそうなの、一人でやるにはどうしたらいいんだろうっていうのをいろいろちょっとまだ作戦が練れてなくて、なんか切り方とかで分かっちゃうって言われるのあれだから、じゃあクッキーの型とか使って同じ形にくり抜いたリンゴを使ってやろうかなとか、そうハート型クッキーの型はいっぱいあるからお家に、そうそう、なんかどうやったらそうなんていうの、みんなにズルだって言われずにうまいことできるかなって、そう、どうやるのが一番いいんだろうっていうのを考えてる。そうなので今ね、その誰かが本当はいたらいいんだけど、こういう食べ物系の企画って今このご時世じゃない、あんまり多分共同でやるのは良くないわけですよ。そうこのご時世ね、そうそこら辺もさちょっと考えなきゃいい、そう真面目か、そう真面目でしょそう本当はね誰かとやりたいの、そうだからコップだと簡単なわけですよ、そうだからどうしよう、誰かと、そうめっちゃ考えてるよ、めちゃくちゃ考えてる、そうどうしたらいいんだろうね。やっぱ君が一番好きだなんかねいいね、すっきりしてるのがいいね。キキ豆腐やばいよ、それはできない絶対。あ、コップにリンゴ入れるのいいね、確かにそれはいい、あれだねそうキキチョコレートもやりたいのなんだけど、チョコレートこそ
そのもう形があるじゃん、ガーナとかガーナって書いちゃってるし、ダースとかだったらもう形で分かっちゃうから、チョコレートはね正直ねあんまりおすすめできないの。そう、だからどうしよう。そうなね、一回溶かすのはやだ、見栄えが悪いって一応アイドルだからさ、なんかベトベトなんか落ちながらやるの嫌じゃん。ココア、うん、そうアイスもやろうかなと思ったんだけど、アイスは絶対溶けるって思ったのもうべっちゃべちゃになりながらやるの嫌だなって思って、そうあ、牛乳いいかも、牛乳いいね、ちょっとメモろちょっとメモるものがなさすぎて痛い痛いってば。牛乳ね、あ、ヨーグルトもいいなって思ったの。ヨーグルトはさ結構形によって分かっちゃうかもしれないけど、まあ、似たようなやつを探して、そう牛乳は絶対当たらんよな、牛乳と。わかる、私さ、あ、でも私ねお腹強いから別に多分ね大丈夫。プリン無理、プリンは、プリンこそだってさ分かっちゃうんじゃない、その形で分かるって言われちゃいそう。そうなの、キキポテチ無理やだ。水ね、わかる、水も、水は正直やりたいんだけどまだだなって思うんだよね。水はすごく難しいしいいと思うんだけど、正直一番難しいネタじゃん、だからちょっと水を出すのはちょっとまだ先かなみたいな。水はちょっとキキナナコ最終回ぐらいみたいな、最難関コースみたいな、そう、まだちょっと私初心者だからまだ早いかなみたいな。そうラスボスだから、あれは。そうお米いいかも、お米入れたいの。そうコメントメイクやってみたい、ノーミラーメイクやってみたい、コメントを頼りにメイク一回やってみる、ちょっと眉毛とか描いてみる。でも今結構顔結構化粧しちゃってんだよね私今、ちょっとやめよう、これはお楽しみに。え、見たい、ちょっとじゃあちょっとメイク落とすね、ちょっといいな、じゃあちょっとね眉毛だけこっち落とすよ。うわっ情けない顔だ、見て結構落ちてる。でじゃあ隠すね私、はい、ちょっと待って隠し方が分かんない。 OK、 これで、いやマジで見えないじゃん、ちょっと待ってやばいじゃん、みんなから見えてるよね私、私から今、私はみんなのこと見えてないけど、いくよ、はっやだ待って、はっ待っていくよ、眉毛を感じるよ、あ、わかんない、あ、合ってますか待ってこれ絶対やばいじゃん、もっと濃く、わかった、え、待って、ほら絶対違うじゃんこれもうちょい上、上絶対違くない、こ、え、上が薄い、え、絶対嘘じゃん、合ってる、マジで
でもっと上左右ね、左右つなげなきゃもうふざけてるわ。こういうこと？はぁ眉尻長めで待って、私は眉毛は待って、眉毛の描き方は鼻から眉毛が一直線になったり、ここまで、ここまで眉毛描けばいいの。こういうことでしょ。そう、鼻からこう、ここで一直線になったら眉毛はいいんです。だから私はここまで眉毛描けばいいの。あー待って、こういうことでしょ。ねえ待って、これやばいんだけど、待って本当にやばい。いきます、せーの。最悪、待って、オアじゃん、もうねえ本当にやだ、こんなに茶色いじゃんっていうの。待って、これじゃあマジで顔がやばい。じゃあアイラインやってみよう。ちょっと楽しくなっちゃった。アイラインやってみよう。アイライン、アイラインあった。楽しくなっちゃってる。ちょっとアイラインやるよ、かけるよ、いくよ。みんな私に教えてね。あ待って、これはやばいわ。あ、わかんない。あ、でもこんなもんじゃない？あ、いつもの感じ出てるよ。え、いいんじゃない？短い？絶対そんなことないよ。あ、でもいいじゃん、いいじゃん。いつも私はそんなに、あんまりアイラインは引かないの。目尻だけ。あとたまに黒目の上だけ引くよね。黒目の上だからこの辺でしょ。ほらこういう感じでしょ。いくよ、せーの。もう本当にやばいじゃん、これはやばいって。あかんねえこれはあかんねえちょっとこれは撮ろう、マジでやばいから、放送事故だからあかんねえ、あかんねえ、これはやばいねっていう企画を今度やろっかなって思ってる。ノーミラーメイクということで、もう落とそう、メイク今度。ちょっと明日はちょっと一日中用事があってショールームできないので、明後日かな、明後日じゃあノーミラーメイクやりますね。ということで、あさっても見に来てくれると嬉しいです。見て、半顔メイクだよ今。半顔メイクして、じゃあ終わりにしよう、もう。ということで、皆さん、今日はありがとうございました。4分の1、カフェオレ当たりました。これからも私はカフェオレを愛していきたいと思います。続いての、あさっての配信はノーミラーメイクです。皆さん、ななこちゃんの、ななこちゃんを可愛くしよう、ななこちゃんと一緒に、ななこちゃんをメイクしよう企画です。皆さんぜひご参加してください。今日はありがとうございましたまたねー、バイバーイ。あー悲しい、マジで。もうこれからマジちゃんと私はカフェオレたちに貢いでいきたいと思います。バイバイ。じゃあね、見に来てくれてありがとう。